ユニエスキマやメンディスウラは、キューバ共和国ピナールデルリオ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。2003から2004シーズンから、キューバ国内リーグセリエナシオナルデベースボールのベゲロスで、ピナールデルリオに所属。2004から2005シーズンには、リリーフ投手として、防御率1.61で最優秀防御率を獲得。2005年9月に、 第36回アイブフワールドカップのキューバ代表に選出された。2005から2006シーズンは先発投手に転向するも成績が伸びず7勝9敗防御率3.79に終わった。2006年の第1回 WBC のキューバ代表に選出された。この大会では一次リーグのパナマ戦では 勝利投手となっている。7月には2006年中央アメリカカリブ海競技大会の野球キューバ代表に選出され、11月には第16回アイブフインターコンチネンタルカップのキューバ代表に選出されている。2007年7月に2007年パンアメリカン競技大会の野球キューバ代表に選出された。11月には第37回アイブフワールドカップのキューバ代表に 選出された。2008から2009シーズンは再び先発に戻って、防御率2位の2.22を記録したほか、13勝4敗で、最多勝投手、アロルディス・チャップマンの130奪三振に次ぐ2位の119奪三振となる、好成績を残した。2009年3月に開催された第2回、WBC のキューバ代表に選出され2大会、連続2度目の選出となった。 この大会では、二度目の日本戦となる3月19日に、小笠原道博に先制打を記録された。2009年夏に、メキシコに亡命しようとするが失敗して、代表チームから追放された後に、9月に、キューバから亡命。メジャー入りを狙って、ドミニカ共和国で、メジャー球団との入団交渉を行った。2010年7月31日に、ワシントンショナルズと、 総額800万ドルの4年契約を交わした。同年9月7日にメジャーへ昇格し、同日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビュー。初登板は先発種5回5安打4失点で負け投手となった。この年は5試合に登板し、0勝3敗、防御率5.88だった。2011年3月25日に、トリプル A 級シラキュースチーフスへ移動し、開幕を トリプル A 級で迎えた。5月29日にトム・ゴーゼラニーが故障者リスト入りしたためメジャーへ再昇格することになった。昇格後は4試合に先発したが0勝1敗、防御率6.86と結果を残せず6月15日にトリプル A 級へ降格。7月30日に再昇格し、同日のニューヨーク・メッツ戦で5.1回をご安だ、無失点に抑え。 メジャー初勝利を挙げた。翌日の7月31日に、トリプル a 級へ降格。9月6日に再昇格したが、先発としての登板はなく、リリーフとして5試合に登板した。この年は10試合に登板し、1勝1敗、防御率5.23だった。2012年3月15日に、トリプル a 級シラキュースへ移動。この年は、 トリプル A 級で28試合に登板し、11勝10敗、防御率3.88だった。2013年3月18日にトリプル A 級シラキュースへ移動し、開幕をトリプル A 級で迎えた。5月21日に最昇格。同日のサンフランシスコジャイアンツ戦の同点10回裏から、登板したが、パブロ・サンドバルから2点サヨナラ本塁打を打たれ。 負け投手となり、5月25日にディーフとなった。5月27日にトリプル A 級シラキュースへ降格した。結局この年は1試合の登板にとどまり、11月18日に放出された。2014年1月13日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。7月25日に不審により退団したクリス・ボルスタットの代役として、 韓国プロ野球、トサンベアーズと契約した。同年は11試合で2勝を挙げ、2015年シーズンも再契約した。2015年4月9日のネクセンヒーローズ戦でノーヒットノーランを達成した。だがそれ以降振るわず、6月13日に対談となった。2016年2月2日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約。2017年は、 所属球団なく、オフに、ドミニカのウィンターリーグでプレー2018年7月10日にメキシカンリーグのアグアスカリエンテスレールロードメンと契約したが、8月1日に解雇となる。2019年はメキシカンリーグのサルティーサラペメーカーズと契約したが、2試合の当番で13失点を喫し、4月13日に解雇となる。2020年オフには、 ドミニカのウィンターリーグでプレー投球は145キロ前後の速球と縦のカーブ、チェンジアップで組み立てる投球。コントロールはかなり安定しているが、その反面、球をストライクゾーンに揃えすぎるため、時に連打を浴びることもある。2000度クロスターズ。ザオフィシャルサイトオブワールドベースボールクラシック。2012年12月5日、時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年8月18日閲覧。2009ロスターズ。ザ・オフィシャル・サイト・オブ・ワールド・ベースボール・クラシック。2012年12月5日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年8月18日閲覧。キルゴア、アダン、ユネスキー、マヤ・スターツ、アンド・ザ・ナショナルズ・ラインナップ。ザ・ワシントン・ポスト。2011年5月29日、閲覧。 韓国プロ野球、歴代12番目ノーヒットノーラン誕生。ありがとうございます。